ということで、今週の猫ちゃんニュースはこちら猫付き旅館が話題。 あえこちら、ラジオネーム、眠りこける猫特派員からの情報です。神奈川県湯河原市にあるマイキャット湯河原店は、猫カフェと旅館がえ併設されており、猫カフェにいると猫と一緒に素泊まりできる旅館として注目を集めています。<え>え猫との相性が合えば何匹でも一緒に泊まれるそうで、猫好きとしては夢のような体験ができそうです。<laughs> 俺は岩井さん。はい。あなただって。えー ネコカフェは、キャバクラみたいなとこって言ってたじゃないですか。はいうん、これはもう、泊まれちゃうんだから。ちょっと、すごい、もう、とんでもない,ういう施設ですよね。そういうことですよね、もうね。タモリクラブで、うん、ネコカフェはキャバクラだって打ち出してね、うん、キャバクラにすごいね、うん、あの、類似するとこがあるんですよって。そうそう。プレゼンしてたんですけど、これ、キャバクラと泊まれる施設が、<laughs> 併設されてるってことは、ってことはもう、もう気に入った情を自分の部屋に呼べるってことですから、違法の、違法だ、ね、<laughs> <laughs> これ、本当にすごいよマイキャット言うだろて、ちょっと調べないと一回、ね。これは日本と思えないシステム。<laughs> い<や>これ何匹でも泊まれるって書いてありますね。すごいですね。えー、ちょっとすごいね。やばいですよ、これは本当に。やばいって、まあ、<laughs> やばいってことはないんだけども、実際は。とんでもないシステムですよ。もう、 猫好きは本当に、だって、たまんないでしょたまらないっすよ、これ。そりゃ。うん。は。たまえだから猫がさ、このなんか看板猫みたいなね、いて、とか、いっぱい猫いる旅館みたいな、たまにあるけどね。そういうのとも違うでしょだってもうね。違うだろうね、これね。ただね、これもだから、その、終わったら、その、帰ってもらいたいっていうのはあるけどね。何をやって終わったら 終わらないから。ああ、なんか朝までそっか、いいんだって。こっちな、なるっていうのも。終わらないから別に。ある人もいるけどね。何も始まらないから別に。いやもう本当に、さっさと帰ってくれねえかなって思う人も、何何いるだろうしね。いや、いるう、ね、そうなってくると。いやいや、そうわかい。そういう人もいるかもね。<ー>遊んで、うん、猫とだからちょっと遊んで、そう,そう,そうもういいかなっていう人も中にはね、うん。いや、止まってくんだ。そっか。うわーなるほどね。って。<laughs> そうなんか、<laughs> <ー>大人のリアクションわかんないですけど、ね、まあ確かにね、<ー>もう猫と遊ぶのいいかなっていう人も高い、中にはね。うん、まあでもいい、はい行きたいでしょってここは。行きたいな、これは。うん。マイキャット湯河原でも散々、寝てる猫ってことだもんね、でもね。寝てるってのは、まあよくわかんないですけど、<laughs> でもそこら辺の猫みんなそれ寝てるよ。<の>散々。 男と寝てる男と寝てるっていうか。ってことだもんね。ちょっとわかんないです、本当に。寝てる猫ってことだもんまあ、考え方だね。恐ろしいですよ。まあまあまあ、そういう。今度、だからもう、タモリクラブに出るときは、猫カフェは風俗だっていう。あれで出ると思う。まあ、いこれ、この、この情報見ちゃうとっていうね、ちょっとね。やばいです。それでは早速参りましょう。ハライチ、204回目のターン。